今日のイカれた偉人は前田利家。信長と秀吉に仕えており、秀吉の時代には御大老という重役にまで出世しました。そんな利家はいとこの松という女の子と結婚します。結婚当時の年齢は利家20歳、松はなんと11歳でした。現代で例えると大学生と小学生の結婚です。さらに松は生涯で11人の子供を設けますが、松の初産はなんと11歳の時でした。当時の女性たちの結婚適齢期はこんなにも早いのかと言われるとそうではありません。当時は16歳から18歳が適齢期とされておりました。なので10代での結婚は珍しくありませんが、11歳は当時からしても現代からしても早すぎるというわけです。まあでも本人たちが幸せなら OK ですといったところでしょうか。ではまた。